本日のダブル A メント第1試合ジャンボットルが10番勝負第4戦60分3番勝負赤コーナー250パウンズエル・ラビンソン赤コーナー252パウンズジャンボトルダー今までにこんな熱い時ありませんでしたからね。そうですね。さあバックを取りに行きます。おっとバックドロップ。バックドロップ行きました。バックドロップに行きました。ビル・ロビンソン。さあ強烈な武器を出してまいりました。ビル・ロビンソンです。ちょっとロビンソンの方もしかめっ面。さあどっちが先に立ち上がれるか。リングの中央ポジションを取ったのはロビンソンだ。ロビンソン先に立ち上がる。おっとショートレッジからのドロップキック。ドロップキック行きました。大技に連発。大技に連発。そのままカバーの体勢。カウント2で跳ね抜ける。さあ今度は正面から足を払いに行きます。一旦攻撃に出てからのスピードはすごく速いですね、山田さん ね。この辺が持ち味です。大きくもう一回払い腰。リングの中央ポジションを取られました。たまらず足を狙いに行きます。ジャンボ鶴田でやります。あ今ねあの人間風車狙ってましたね。狙ってましたね。しかしジャンボがねそれ深く潜りましたからね、足を取ることができません。さあどうでしょうか。今度はおっと妙な形になりました。エビがためですね。見事に決まりました。今のはねロビンソンからわざと足を取ってくださいという呼びかけに誘いに出しましたね。足をね、はい、そうですね。回転地獄エビがため見事に見せました。ジャンボがね足を狙いに行ったんです。で引っ込めたでしょ、はい、それでわざと足を出しましたよね。あれは誘ったんですね。そうですね。完全なフェイントモーションですね。そうですね。もうまんまと引っかかった感じですね。はい。レッグロールクラッチホールドによりましてビル・ロビンソン1勝でございます。見事に決めました。サイドスープレックスの体勢大きく持ち上げて対空時間の長いサイドスープレックス。ロープに両方の足がかかりました。サイドスープレックス見事に見せました。ビル・ロビンソンそして膝を落として足はロープにかかっている。ちょっと危なくなりましたね。あれがリングの中央だったらストレート負けでしたね。危なかったですね、場外に落ちました。ジャンボ鶴田一瞬失神状態か。ジャンボ鶴田でもね、完全にも後がありません。でもねこういう技はね今もうお互いにね、はい、決まるだけのね、力がないですよ。決めるだけのねもうなんていうかこれだけ汗が出てますからね、フィニッシュフォールドにはならないということですか。思いますね、はい、今度はエルボースマッシュだ。汗が飛び散るリング上であります。キャンバスに倒したビル・ロビンソン表情が険しくなりました。ちょっとつると危なくなりました。このままフォールピンフォールされますとストレート負けです。今度はノーテン食い打ちファイルドライバー、ファイルドライバー、そのまま覆いかぶさります。あーっと、やっとの思いで跳ね返しました。ジャンボ鶴田、やっとの思いで跳ね返す。そのままもう一回カバーに入る。2度目のカバーだ。3度目のカバー、カウントが続く。徐々にあの跳ね返す力が薄くなってきましたね。そうです、さあ、気力を振り絞って、セカンドロープに足を伸ばしました。しかし、粘っこい攻撃ですね。そうですね。さあ鶴田の動きが完全に止まりました。鶴田の動きが完全に止まりました。ロビンソンはどうやら回復してまいりました。正面からショートレンジからあの角度からドロップキックを見舞いました。またしてもカバーのチャンスだ。カントが続くの危ない。鶴田危ない必死で跳ねのける。セカンドロープに足を伸ばす鶴田、踏みとどまってもらいたい。この辺はジャンボ鶴田であります。鶴田には若さがあります。ドロップキックは自滅。よく距離を見ておりました。鶴田も思い切って技を仕掛けました。さあ今度はおっと頬のあたりボディのあたりにヘッドバットですか。そうですね、ジャンピングヘッドバットですね。日本ではよく大熊選手がやります。ボディにヘッドバットを見舞いました。そしてすかさずダブルアーム両方の手を取りました。こうやって見ますとね、はい、随分ロビンソンは休んでましたね。さっきね、そうですね、完全に回復しましたね、ですからもうジャンボはここである程度ね自分もへばりますけども、はい、続けて攻撃することですね。ははちょっと連続攻撃がないですね。今のところちょっと手の打ちようがありませんけれども、さあどうでしょうか、スモールパッケージフォールド崩れた。危なかったですね。危なかったですね。今度は反対にピンフォールの体勢、鶴田が覆いかぶさりました。スモールパッケージフォールドを壊しまして、今度は鶴田がカバーに入りました。
いつどこでね、どんな技が出てくるかわからないですね、はい、本当ですね。もうポン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 変化してますね。そうですね、両者の攻防、入り乱れての攻防でやります。60分の3本勝負、あと15分を切っています。1本目の勝負が非常に長く、1本目は29分05秒、ロビンソン1本取っています。後がありません。ジャンボ鶴田もうがっちりとも両方の腕に自分の体を乗せてますね。そうですね、必死でこらえるジャンボ鶴田であります。ジャンボはね、もう意地張らないでね、ロープに行けばいいんですよ、はい、ロープに届くでしょう。今度はレッグドロップです。喉元のあたり、これはダメージが大きいぞ。どうだっと逃れた、逃れました、逃れました。さあ突撃、突撃の体勢、ジャンボ鶴田頭から突っ込んでいきました。頭から突っ込んでいった。さあ体勢を整えて、人間風車、左の腕がまだ入らない、左の腕はまだ入らない、右の腕はどうやら右の腕を捉えました。フックしています。ダブルアームに入ったが、足を前の方にずーっと出しました。ビル・ロビンソンです。ディフェンスは硬いロビンソン、仕掛けの名人、そして防御の達人でもありますビル・ロビンソンです。なかなか打たせませんね、山田さんね。そうですね、これやはりその人間風車の本家のね、威信にかけてもという気持ちがあるでしょうね、はい、しかしちょっとね、先ほどの馬場選手の話にもあったんですが、ジャンボはその人間風車にこだわってるようですね。どうしても心中は投げたいところでしょうね。もうそれよりもまず1本取ることが先決ですよね。そうですね、勝負にはならないわけですからね、後がないわけですからね。2本目の勝負もかなり長くなってまいりました。リングの中央でテヨッツの体勢であります。両者の背中も汗でびっしょりです。ものすごい暑さ、小倉市体育館でございます。深い指数が81、本日の福岡地方は最高気温が 31.4 度でした。リングの中央です。サーフボードの体勢に持っていきました。密着したプレー、自分の胸をロビンソンの左の肩につけました。山さん、ジャンボとしては何を思ってますかね。そうですね、もうしかしね、こういうふうな、ね、あの展開になってきますとね、本当にね、考えた仕掛け技じゃなくて、はい、もうその時の体勢で、いわゆる出せるものをということも、いわゆる手なりなあれでいかなきゃ無理でしょうね。先を読むなんてことはできないでしょうね、なかなかね。無理ですね。あのね、僕は前、あの6年前にね、ドリーファンクと大阪でね、4月31日にやったことあります、はい、それでね、とうとう汗がもう出尽くしちゃったっていうかね、自分でね、あれをやろう、これをやろうと思って考えてるんですけどもね、とうとうそういう、そのやろうと思ったことは一つもできなかったですね。はい、左のワンハンドバックブリーカー、ワンハンドバックブリーカー突然見せたビル・ロビンソン、あっと鶴田ストレート負けか、やっと跳ね返しました。危ないですね。まだ気力は残っている。今馬場選手のお話の間にちょっと体を変えまして、左側から入りました、ワンハンドバックブリーカー、得意中の得意ビル・ロビンソン見せました。今度はもっとうまくツイストして見せました。相手の体を吹っ飛ばすジャンボ鶴田、まだ脚力は残っているようです、脚力は残っているようです。必死の形相鶴田、さあ今度はサイドヘッドロックに取ります。大きいロープに振った、わっとガツンという体当たり、前のめりに倒れたビル・ロビンソン、ジャンボ鶴田横っ飛びに倒れた、両者ダウン、ダブルナックダウンか。さあ立ち上がるか、カウントは3、4、さあいくつまでカウントが続くか、早く立ち上がれジャンボ鶴田。ビル・ロビンソンもやっと半身の体勢だ、両者立ち上がりました。この辺りで鶴田の若さが爆発してもらいたいですね、山田さん。そうですね、チャンスですね、チャンスですね。ちょっとロビンソン、あの倒れる時にね、なんか当たりが悪くなったらしくてね、ちょっと顔目がうつろですね、顔も打ってましたね。サードロープに左の腕を絡ませました。これチャンスですね、チャンスですね。ビル・ロビンソンがちょっとダメージが大きいようです。一気に行ってもらいたいですね、畳みかけてもらいたいジャンボ鶴田。さあエルボースマッシュ、今のエルボーバットでした、エルボーバットを見舞いましたジャンボ鶴田。しかしいつものあの鋭角的なエルボーとは違います。ここはね、本当にもう機関車のように行かなきゃダメですね。そう、一気呵成に攻めてもらいたいですね。今度は反対、ビル・ロビンソン肩から当たってまいりました。あの力が残っています。ロビンソン、ヨーロッパ最強の男です。対角線上に跳ね飛ばす、あっとタックルに行きます、ショルダータックルに行きますビル・ロビンソン。鶴田動きが止まりました。この暑さに負けたか、この暑さに負けたか鶴田。
さあ両方の足、もっと自分がブリッジして今度は反対に回転する、どうだどうだ、大きく乗せて自分からブリッジした、ブリッジした、ブリッジした、どうでしょう、クラッチホールドだ、どうだ、決まった、見事に決まりました。体の上でブリッジして決めました。見事なクラッチホールドです。ジャンボ鶴田、本当に土壇場で1対1としました。いや今ね、お互いに何回仕掛けましたかね、お互いに4回ずつですか、4回ずつ仕掛けましたね、でもね、良かったです。これがまだ初めの時期ならね、この技は決まりませんよ、はい、レッグロールクラッチホールド見事に決まりまして1対1のタイスコアになりました。猛烈な暑さの中で行われております北九州市小倉体育館、ジャンボ鶴田試練の10番勝負の第4戦目、いよいよ大詰め、3本目の勝負を迎えました。それにしましても1本目2本目ともにクラッチホールドで技が決まりましたですね、山田さん。そうですね、はい、さあレグブリーカー大技を展開、ビル・ロビンソン、強烈な暑さであります、もう汗がもう出し切っておりまして両選手脱水状態じゃないですかね。そうですね、あとは精神力だけですね、はい、汗で尽くしましたね、これなおファイトが続きますとね、潮を吹いたような状態になってきますね。そうでしょうね、体育館ももう窓という窓は全部開けっぱなしにされました。大変な暑さの中で行われております。本当にこれこそ試練の10番勝負ですね。そうですね、そして2本目が終わった時にロビンソンが自分からジャンボのコーナーに出かけていって、はい、よくやったなというようなことで握手を求めてましたね。そうですね、非常に気持ちのいい選手ですね。なおゲストのジャイアント馬場選手はこの後ダブルメインイベント後方の後の試合に出場するわけで、今控室の方に戻りました。ジャイアント馬場選手は今夜はヒロ増田と組みまして、アール・マドリル・ジ・アベンジャーとこれから60分の3本勝負を戦うわけでございます。大変な暑さの中で行われております北九州市小倉体育館試練の10番勝負第4番手、相手はヨーロッパ最強の男ビル・ロビンソンを相手に2本目ようやく21分50秒エビ固めで捉えました。1本目はエビ固めでビル・ロビンソンが取っています。スコアの方は1対1。もう残り時間がないですからね、はい、思い切った攻撃をかけないと活路が出てこないですね。そうですね、あと残り時間は本部の発表ではおよそ5分というふうな発表がありました。さあこの5分間であと1本勝負ですからね。そうですね、もう両方ともかなりスタミナを使ってますね。そうですね、あと両者ドロップキック、両者自爆、ダブルナックダウン、ダブルナックダウン、おっと鶴田さすがに若さです、先に立ち上がりました。残り時間が告げられました、あと5分です。残り時間が過ぎられました。ネックブリーカードロップ、ジャンボ鶴田、さあビル・ロビンソンを打ち破るか、打ち破るか、どうだ、カントバツ必死で最後のスタミナを出し尽くします。ジャンボ鶴田25歳の若さ、さあ今度はサイドスープレックス、サイドスープレックスを仕掛けました鶴田。さあ起き上がってピンフォールの体勢に行きたいがビル・ロビンソンも背中を向けました。そのまま覆いかぶさる鶴田、カウントが続く、カウントは1です。ロビンソンも必死です、ロビンソンも必死、両者がもう崩れました。あと場外へそのまま落っこちました。さあ汗でもつれ合っております。場外の様子を呈してまいりました。下になっているのがジャンボ鶴田、上がビル・ロビンソンです。さあ残り時間で勝負がつくかどうか、60分の3本勝負。さあビル・ロビンソンが仕掛けました、ビル・ロビンソンが今肘打ちを仕掛けましたね。そうですね、お客様の中に背中を落としました。ジャンボ鶴田であります。さあジャンボ鶴田もちょっとエキサイトか、本部席の方に、おっとビル・ロビンソンの頭を持っていった。ラフファイトはあまり好みません、ビル・ロビンソン、ラフファイトはあまり好みませんが、後楽園での記者会見の時に相手がラフをやれば今回の来日では俺もラフを仕掛けるぞということも言ってましたですからね。そうですね、あるいはやってくるかもしれません、勝つレスリングを覚えましたビル・ロビンソン、新しいロビンソンを見てくれというふうに9回目の来日を果たしましたロビンソンであります。相手はジャンボ鶴田、相手はジャンボ鶴田、一回りも二回りも大きくなって来日しております。以前に来た時よりも力強さが加わりました。そのヨーロッパ最強の男ビル・ロビンソンです。頭にヘッドバット一発、ジャンボ鶴田、鶴田がリング上で仁王立ちであります。ロビンソン完全にグロッギー状態、完全にグロッギー状態、もう頭を振っています。もう意識朦朧というところですか。もう3分ですからね、はい、今正式なコールが行われました。残り時間はあと3分であります。
60分フルタイムの積極策しかないですね、はい、そうですね、様相を呈してまいりました。あと3分で勝負が終わるか、あと3分で勝負が終わるか。ロビンソン中に入りました、ロビンソン中に入りました。髪の毛を掴んでジャンボ鶴田を立たせて正面からヘッドバット、正面からヘッドバット、ヘッドバットを見舞いました。ヨーロッパスタイルのレスラーはあまりこのヘッドバットはやりません。さすがにアメリカで仕組まれただけありまして、このちょっとラフ的な要素のありますヘッドパット、これも非常にうまくなりましたですね。そうですね、やはり最近のロビンソンはですね、はい、勝つためには場合によっては手段を選ばずというようなところありますね。そうですね。さあそのままの体勢でロープにもつれ込んでおりますけれども、自分が上になりまして耐え固めの体勢だ、もうどういう形でもいい、もうむちゃくちゃにピンフォールの体勢に持っていきますね。そうですね、やはりロビンソンももう時間がないということをね、はい、知ってますからね。そうですね、あと残り時間はいよいよ2分です、残り時間はいよいよ2分です。両者立ち上がった、ボクシングスタイルになった、あダブルアームの体勢だ、リングの中央にダブルアームの体勢に持っていくが、あーっといった、ダブルアームに行きました。悲鳴が起こる体育館、カウントはあーっと足を投げ出した、必死の思いで足を投げました。ロープですね、ロープですね、危なかったですね。しかしロープアウトで助かりました鶴田。今のはねすごく投げ方が早かったですね。迫力あるダブルアームスープレックス、ジャンボ鶴田引っかかりました。ビル・ロビンソン人間風車に引っかかりました。相手を立たせて耳を持つ、さあ今度はどういう大技を出すかビル・ロビンソン。あと残り時間は1分30秒ぐらいであります。1分30秒で勝負がつくかどうか、威嚇攻撃だ、威嚇攻撃だ。ビル・ロビンソンも左の平手打ちを食わせました。さあ鶴田も1本ぐらいはスープレックスを出してほしい。サイドスープレックスだけでした。大きく巻き投げ、アームホイップ、アームホイップの連続だ、アームホイップの連続、ストアーッとショートレンジからドロップキック、ドロップキックでいった。さああとおよそ1分になりました。今度はハンマーロック、ハンマーロック、大きく肘打ち投げ飛ばす、いいですね、あと場外に投げ飛ばした。今トップロープから落ちましたか、そうですね、トップロープから落ちましたね。肘打ちがもろに決まりました、決まりましたね、バックハンドの肘打ちが決まりました。場外に伸びておりますのはビル・ロビンソンだ、中におりますのはジャンボ鶴田。さあ10カウントでロビンソン入ってこなくては負けになります。あっと飛び込んでまいりました、飛び込んでまいりました。ダブルアームスープレックス、対角線上に大きく大きく大きく跳ねばしてまいりたいジャンボ鶴田。あっと投げ飛ばすことができません。あと今正式なコールが次々と告げられておりますが、あとどうやら30秒しか時間はないようであります。あと20秒です、20秒、殴り合い殴り合い、エルボースマッシュ、エルボーバットの殴り合いになりました両者。どうやら山田さん勝負つかないようですね。そうですね、あと15秒だ、残り時間15秒、張り手打ち、両者興奮状態、もう脱水状態、精神力だけで戦っている。さあ決着がつくかどうか、決着がつくかどうか、あと5秒、4秒、3秒、2秒、1秒、今ゴングが打ち鳴らされております。60分フルタイム戦い終わりました、60分フルタイム戦い終わりました。いやー大変な一戦でしたね。そうですね、まだやる気満々ビル・ロビンソン、ビル・ロビンソンもう汗が出る余裕がありません。ジャンボ鶴田脱水状態、肩だけで息をしています、大きく肩で息をしました。この真夏の決戦本当によくやりました。体育館の中はもう不快指数は90以上でしょう。大変な暑さの中での対決でした。ビル・ロビンソンがなんか規制を発してますね。今5 more minutes って言ってますね、はい、どういうことですか。ロビンソンおそらく、もっとやらせろって言うんじゃないですかね。延長タイムを要求したようなジェスチャーも見せましたがね。鶴田が受けて答えるのかどうか、手を挙げてますね、受けて答えるのかどうか。5分間5分間というような声を出しました。さあこれはルールではね、もう引き分けですから ね、そうですよね。さあどうでしょうか。いや大変なことになりました。受けて立つのか、ジャンボ鶴田受けて立つのか。確かにビル・ロビンソンは、右の手を挙げまして5ミニッチということは言ってましたですね。そうですね、さあどういうことになるんでしょうか。今試練の10番勝負の実行委員長の方から正式なアナウンスがありまして、どうやらジャイアント馬場選手も認めたようですね。そうですね、あと5分間の延長ですね、ないことになりました。オーナーの馬場選手の方にそういうアピールがあって、おそらく実行委員会の方に相談したんでしょうね。そうでしょうね。あ、やりますね、やるようですね、はい、あっとゴングが鳴りました。あと5分間延長です。いや大変な試合になりました。もうジャンボ鶴田のセコンドには全日本プロレスの若手中堅先輩全員が入りました。かなり励ましておりましたね。頭から水をかぶりました。ジャンボ鶴田です。
65分の勝負ということになりますか、山田さん。そうですね。さあダブルアームの体制だ。ビル・ロビンソン、いや大変な一戦になりました。ビル・ロビンソン対ジャンボ鶴田の試練の10番勝負第4戦目、60分では決着がつきませんでした。1対1の引き分け、結局5分間の延長が認められました。場外に放り投げるジャンボ鶴田、場外にビル・ロビンソンを放り投げました。背中を打っているロビンソン、背中を打っているロビンソン、大の字です。かなりダメージの大きいダウンです。かなりダメージが大きいロビンソン、今やっと半身の体勢。さあこのカウントが聞こえているかどうか。今延長の1分が経過いたしました。延長の1分が経過いたしました。果たして勝負がつくかどうか、果たして勝負がつくかどうか。エルボースマッシュの連発であります。エルボースマッシュの連発。しかし、やはり汗でしょうか、前半に見せたような効果はあまりないようですね。そうですね、しょうがないことですね。まあ、とにかくね、60分を過ぎた勝負ですからね、これかつてね、ジャイアント馬場選手がね、はい、大阪の球場でジン・キンスキーとやはり60分を超える延長戦をやったことありますね。そうですね、まあ、日本のプロレスに残る名勝負ですがね、はい、あの時のことを思い出されますね。そうですね、本当にね、死力を尽くした勝負になってきましたね。放送時間の方があと残り3分でございます。今日は小倉市体育館から生中継でお送りしておりますが、延長の5分間果たして最後までお伝えできるかどうか、はっきり分かりません。ダブルアームスープレックス、これは落差が大きいぞ。見事に決まるか。さあ勝利のカバーかどうか。と足を伸ばした、足を伸ばしました。今2分が経過いたしました。今2分が経過いたしました。延長は5分です。放送時間の方はあと残り2分少々です。さあ最後までお伝えできるかどうか、本当に分かんなくなってまいりました。さあ背中にチョップを打ちます、ジャンボ鶴田。延長タイムで勝負をつけるかどうか。完全に延長に入ってからもうジャンボ鶴田のペースですね。そうです、ここへ来てね、やはりね、若さっていうものが、ね、若さが出てまいりましたね。出てきましたね。はい、コーナーに崩れるようにして倒れ込みましたビル・ロビンソンです。放送時間はあと残り2分であります。さあ最後までお伝えできるでありましょうか。今日は生中継でお送りしております。延長タイムになりまして非常に生き返ってまいりましたが、ビル・ロビンソンがここでまた生き返りました。ものすごいエルボースマッシュでしたね。今度は逆エビの体勢、エルボーですね。今度は逆エビの体勢です。危ないですね。危ないですね。逆エビの体勢だ。さあこれで勝負をつけられてしまうかもしれません。何しろ60分戦って1時間戦ってから今の体勢はもう延長タイムです。なんとか腰を上げました、腰を上げました。しかしね、このジャンボの頑張りですね、素晴らしいですね。そうですね、ロビンソン相手に ね、とにかく60分を超える勝負をやってね、はい、なお攻勢を取るなんてことはね、信じられないですよ。そうですね。さあ延長してもう3分以上が過ぎました。果たして放送時間内で収まるかどうか。皆様とはあと1分でお別れしなくてはなりません。皆様とはあと1分でお別れしなくてはなりません。延長タイムはあと1分30秒あります。従いまして最後までお伝えできる可能性が少なくなってまいりました。どうぞご了承いただきたいと思います。あるいはその放送時間内で勝負がつくかどうか、大変な一戦を迎えております。ちょっと先に予告を申し上げておきますと、来週のこの時間は東京蔵前国技館からジャイアント馬場対ビル・ロビンソンの PWF ヘビー級タイトルマッチを中心に、今夜と同じく生中継でお伝えすることになっております。さあ延長時間はあと1分であります。放送時間の方はもうあと20秒しかありません。おっと、トップロープから放り投げました。両者がリングの外に出ました、両者がリングの外に出ました。どうやら放送時間内に勝負の決着をお伝えすることはできません。カウントが続いております。両者リングアウトの形勢ですが、放送時間がなくなりました。それではこの辺で小倉市体育館からお別れをいたします。皆様さようなら。
Thank you.